これはですね、本当によく考えられてるなと感心してしまったんですね。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではジャケットに合う最強の T シャツを発見したので、皆さんにですねご紹介をしてみたいなというふうに思っています。僕は日頃からですね、この YouTube チャンネルのコメント欄を見てるんですが、そうすると結構多いのが T シャツだとか薄手のニットだとか、その上にですねジャケットを羽織るようなスタイルをですね僕は提案することが割と多いんですね。そういった時にどうしてもですねジャケットの襟裏が汚れるのが気になるという方がですね少なくないんですね。まあこれはですね、正直僕自身はあまり感じたことがないんですね。というのも僕自身は割とガサツな人間なので、そこまでですね気にしたことがなかったんですが、意外とこのようなコメントが多かったので、きっとですね悩んでる方は多いのかなというふうに思っています。まあ確かにですね、シャツであればそこまで単価は高くはないかなと思うんですが、ジャケットだとか今僕が着ているようなシャツアウター系というのはそれなりの単価がするので、襟裏にですね皮脂汚れがついてしまうのが嫌だという方がいるのも当然のことなのかなというふうに思っています。ですので僕なりにどういった方法でこういった皮脂汚れをですね防げばいいかなという形で考えてみたんですね。その流れの中でたまたま見つけたのが今回ご紹介する T シャツなんですけども、これはですね本当によく考えられてるなと感心してしまったんですね。まあ今実際にこちらに持ってきたんですが、これはですねもちろん自腹で購入をしていますので、企業案件とかではありません。しっかりと私物になります。これはですねナノユニバースのジャケティというアイテムなんですけども、見た感じはですねほとんど普通の T シャツと変わらないかなと思うんですね。これといって違う点は見当たらないかなと思うんですが、この T シャツのすごい点というのはこの後ろ襟なんですね。ここがですね通常の T シャツよりも高めの設定になってるんですね。このリブの部分がですね通常だとこの半分ぐらいかなと思うんですが、高さがだいたい2倍ぐらいになっているので、襟裏をですねしっかりとカバーしてくれるというアイテムなんですね。これはなかなか素晴らしいアイデアだなと思って、僕も店舗に行って昨日ですね実際に購入をしてきました。まあ今回はですねこの後実際にこちらを着ながら、この上にジャケットを着た時にどのようなバランスになるのかですとか、あとは単体で着ても結構良かったので、この T シャツを着ながらですね徹底レビューをしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですねアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらこちらの動画の下の説明欄にですねリンクの方を載せてありますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、パッと見はですね結構普通の感じの T シャツかなと思います。ジャケティという名前はついていますが、単品で見てもですねなかなかバランスのいい仕上がりかなというふうに思っています。僕は今回ですね、普段着るサイズは S なんですけども、あえてちょっとゆったりめに着たかったので、一つサイズを上げまして、M を選択をしました。これはもちろんですね、通常サイズでも問題はないかなと思うので、あくまで好みかなと思うんですが、割と最近のシルエットの大きい T シャツというよりは、ベーシックなサイズ感の T シャツになっているのかなというふうに思っています。で、注目していただきたいのは、やはり首元なんですよね。しかも後ろから見た状態ですね。前から見た状態だと、特にですね、変わりはないと思うんですね。横から見てもそこまで違いは感じないかなと思うんですが、肝心なのは裏なんですね。ちょっとお見せしたいなと思います。はい。こんな感じですね。まあ見ていただくとですね、通常よりもリブが太くなっていまして、高さがあるんですね。ですので、ジャケットをこの上に着たとしても、ある程度はですね、襟が当たらないようになるので、皮脂汚れがつきにくいのかなというふうに思っています。これはですね、実際に着てみないと何とも言えないところではあるんですが、どれぐらいカバーできるのか、ここがですね、注目しているところなんですね。100% 当たらないのか、もしくはちょっとは当たってしまうのか、そのあたりは見極めたいなと思うんですが、いずれにしろ今までの T シャツにはない新しいアプローチなので、僕はですね、なかなかいいんじゃないのかなというふうに思っています。T シャツ単体で見ても、すごくですね、肌触りがいいんですね。で、表記を見てみると、素材はコットン 100% なんですが、表面にですね、滑らかな光沢感があって、すごく上品に見えるんですよね。このあたりもですね、ジャケティという名前にふさわしいなと思っていまして、ジャケットというきれいめなアイテムに対して、カジュアルな T シャツを合わせるときに、
T シャツの素材がカジュアルすぎてしまうと、どうしてもですね、この2つの間にギャップが生じてしまうんですね。ですので、ジャケットに合わせる T シャツとしては、少し綺麗めな方が、僕はバランスがいいかなと思ってるんですが、この T シャツに関しては素材感もすごく綺麗めですし、何より肌触りがいいので、着ていてストレスがないのがすごくいいかなというふうに思っています。で、今回はですね、いくつかカラーがあるんですが、僕はちょっとですね、斜め上の選択と言いますか、このブルーグリーンという色をですね、選択をしました。なかなかこの色合いがいいかなと思ってるんですね。ちょっと今回は後ろのグレーと被ってしまって分かりづらいかなとは思うんですが、この後ジャケットを着るとより分かりやすいかなと思います。単品で着てもですね、ちょっと春夏らしい軽快な雰囲気も漂いますし、僕はですね、こういった鮮やかな色こそジャケットのインに入れることですごくバランスが良くなるかなと思うので、この後ですね、実際にジャケットを着て色の見え方ですとか、あとは肝心の襟裏がどのような状態なのかを皆さんにですね、お見せしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？なかなかですね、色の感じは良いのかなというふうに思っています。僕は今ですね、ネイビーのセットアップを着まして、その内側にですね、先ほどのブルーグリーンのですね、T シャツを着てるわけなんですが、かなり相性がいいかなと思っています。一応ですね、T シャツもジャケットもブルーの系統でまとめてあるので、結構バランスのいい色合いになってるのかなというふうに思っています。なかなか仕事着には難しいコーディネートかもしれないですが、セットアップをカジュアルで使いたい際には、内側にこういったブルーグリーンなんかを取り入れるのも結構バランスがいいのかなというふうに思っています。一方でビジネスカジュアル的に使いたいのであれば、白だとか、あとはブラックだとか、グレーだとか、こういった定番色が使いやすいかなと思うので、そのあたりに関しては皆さんのシチュエーションに応じて選んでみるのがいいのかなというふうに思っています。で、肝心なのは襟元ですね。ここがどうなっているのかをですね、ちょっと近くでお見せしたいなというふうに思っています。どうでしょうか？まあ、このように見てもですね、なかなかわかりづらいかなと思うんですが、襟裏が高くなっているので、だいぶですね、カバーできてるかなとは思うんですね。ただ、カバー率は 100% ではなくて、だいたい 80% ぐらいなのかなというふうに思っています。指で確認してみても、多分ですね、0.5 センチぐらいはちょっと触れてしまってるかなと思うんですが、大部分はですね、触れないようにカバーしてくれているので、その点は嬉しいポイントなのかなというふうに思っています。ただですね、ここは僕のミスなんですけども、サイズ選びが良くなかったですね。僕は今回通常サイズの S ではなくて、ワンサイズ上げて M を選んだんですが、サイズが上がることでネック周りも少し緩くなるんですね。そうすると襟にゆとりができてしまうので、どうしても首の後ろのフィット感も損なわれてしまうので、その結果ちょっとジャケットに触れてしまうのかなと思っています。ですので T シャツのサイズ選びに関しては適正サイズを選んだ方がまず間違いなくですね、この T シャツの本来の良さを引き出せるのかなと思うので、その点をですね、僕の失敗を回避しながら皆さんにはサイズ選びをしていただきたいなというふうに思っています。おそらくですね、ぴったりとしたサイズ感であればもう少し首元のフィット感が良くなるので、今の僕の状態よりはしっかりとカバーがしてくれるかなと思いますし、あとはですね、 T シャツの上にジャケットを羽織る際にはですね、ここの襟元がですね、緩いとちょっとだらしない印象を与えてしまうんですね。ですので T シャツ1枚としての完成度はサイズを1個上げた方が今っぽくていいんですけども、ジャケットのインとして着るのであれば適正サイズを選んだ方が圧倒的に良かったなとですね、僕はめちゃくちゃ今後悔しているところなんですね。そういった僕自身の失敗も包み隠さず皆さんにお伝えしながらですね、皆さんのお買い物の参考にしていただければなというふうに思っています。正直サイズ選びに関してはジャケットのサイズ感によっても変わってくるかなと思っています。今のトレンドっぽいですね、ゆったりめのジャケットとパンツのセットアップであれば T シャツが少し緩めであってもですね、スタイルとしてはまとまるかなと思うんですが、割と定番的な細身のセットアップであればやはり通常サイズの方が着丈のバランスだとか、あとは襟元のフィット感というところのバランスはですね、僕は断然いいのかなと思っています。その点も含めて今回は反省点も多いんですが、次回ですね、このシリーズの T シャツを買う時にはですね、僕は通常サイズを選びたいなというふうに思っています。まあ、ちょっとサイズ選びではミスったんですが、商品としての完成度は高いですし、ジャケットにインをする用の T シャツとしては、すごくですね、バランスのいい仕上げになっているかなと思っています。着丈に関してもやや短めになっているのかなと思っています。まあ、通常の M サイズだともっと着丈が長くなるんですが、ジャケットに合わせるということで、最初からですね、着丈の長さは少し短めにしてるんですね。というのも、ジャケットよりも T シャツが長くなってしまうと、なかなかビジネスシーンだとですね、収まりが良くないので、そういった着丈の長さだとか、あとは首元のフィット感だとか、あとは襟裏の高さだとか、
そういった細かい点にも配慮しているというところで、すごく完成度が高いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらの T シャツチェックをしていただきたいなというふうに思っています。昨日ですね、買うときに店員さんといろいろとお話をしたんですけども、去年もですね、このシリーズの T シャツは展開をしていたようなんですが、結構人気だったみたいなので、本格的に暖かい季節を迎える前にですね、皆さんもですね、ぜひチェックをしてみていただければなというふうに思っています。結構ナノユニバースってこういった T シャツもそうですし、ニットに関しても毛玉ができにくいものだとか、あとはですね、抗菌抗臭だとか、そういった機能的なアイテムに力を注いでいるところがあるので、結構ですね、僕ら世代には嬉しいポイントが満載なのかなというふうに思っています。僕自身は学生時代からナノユニバースの服を着ているので、当時はですね、そういったイメージはなかったんですが、やはりそのあたりは時代に合わせながら、だんだんですね、進化しているのかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひナノユニバースのアイテムもチェックをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。